北穂高岳川から見た、涸沢カール。涸沢カールは、長野県松本市安曇にある、日本有数の氷河渓谷である。涸沢カールの直径は、約 2km で、カール堤の標高は 2300m である。カール壁の最高点は、槍、穂高連峰の中でも最も高い奥穂高岳で、カール壁頂端からの飛行は、約 900m あり、日本最大規模のカールである。南側は、標高 3000m の稜線である奥穂高岳と前、穂高岳を結ぶ釣り尾根が、屏風のように視界を遮っている。西には、財天蔵跡と呼ばれる資料の先に穂高岳山荘の、ある白でのコルが望め、奥穂高より涸沢岳、北穂高岳へと続く、穂高連峰の主稜線が連なっている。東側は前穂高岳の北尾根の峰々が並んでおり、その先端は、標高差 1000m の絶壁屏風岩のピークである、屏風の頭である。北側は、北穂高岳の登山路のある、南稜とゴジラの背と呼ばれる、東稜が伸びている。涸沢の雪解け水は、涸沢出会いで、横尾本屋と合流し、屏風岩の北側を、横尾谷となって流れ、横尾で、槍沢の水と合わして、あずさ川となり、上高地へと流れ下っている。涸沢は、穂高登山の中心地であり、夏には色とりどりのテントが数えきれないほど並ぶテント場を見ることができる。また、南側を釣り尾根、東側を北尾根と標高の高い稜線に遮られた北向きの沢であるため、夏場でも残雪が多く残るので、夏スキーのゲレンデとしても賑わいを見せる。また、近年は紅葉の名所としても有名であり、三大紅葉とも、呼ばれる岩場と木々のコントラストが見られるため、見頃の季節には全国からおびただしい人数の登山者が訪れる。国土地理院の500沢智也は空中写真の判読を通じて従来の説を覆し、氷河地形の形成時期を新期と旧期に区分している。涸沢から見た穂高岳のパノラマ。ありがとうございます。